皆さん、行ってきましたよ。どこだっけ、湘南 AGA、湘南 AGA クリニックっていうところに行ってきました。まあ、ハゲてる人たちのためのクリニックです。まず、なんか、広告見て、効果なかったら全部お金返金できますよ、みたいなやつ見て、まあ、それならちょっと行ってみようかなと思って、最近ここちょっと広くなってるよね、おでこ。最近引きこもってるし、あんまり人と話してない気もするし、急にそういうクリニックみたいなところに行って、ちょっとそわそわしてました。そしてクリニックでお兄ちゃんが出てきて、なんか相談して、その薬について説明してもらって、で、種類たくさんあって、今の髪の毛のまま、これ以上、髪の毛が減らないような薬もあって、その上にまた生えてくるような薬もあって、そして、まあ、髪の毛を作る必要なビタミンとか入った薬もあって、ちょっといろいろ説明してもらったんだけど、まあ、とりあえず、買っちゃいました。買っちゃいました。これ、思いっきり買っちゃって、とりあえず、いろいろ写真、髪の毛の写真撮ってもらって、一切効果なかったら、そのお金返してくれるはずなんだけど、まあ怪しいよね。返金できるっていうのは怪しいけど、その、サインした、なんか契約書というまでもないけど、そういうちょっとあって、ちゃんと読んだら、6ヶ月後に、そのまたクリニック行って、また写真撮ってもらって、全然変化なかったら、全額返してもらえるって書いてあったから、それなら大丈夫かなと思って、で買ってきた。で、俺普段薬とか飲まないからさ、ちょっと違和感あるね、薬飲む。で、これビタミンとか、まあ分からんけど、いろいろあった。で、これ毎日1錠ずつ飲む。でもこの薬もらうために血液検査が必要だったんで、結果はまだ見てないけど、俺そういうのが苦手で。しかも昨日朝からなんか妙に気持ち悪くて、まあ行ってその血液検査のとこ行って、その検査するおばさんに、ちょっとこれ苦手ですけど多分大丈夫ですみたいな、携帯とかなんか見ながらやってもらったんだけど、途中でやっぱ気持ち悪くなった。もう何やろうと思って、なんでこんなんだけで俺気持ち悪くなったんだなと思って、で、ごめんなさい、ちょっと横になりたいですみたいに言って、横の部屋で横になってた。5分もしなかったね。3分ぐらいでもう完全に治ったんだけど、なんで急に気持ち悪くなるんだろうな。まあ、血液検査もしてもらって、薬もらって、帰ってきた。で、これも肝臓にちょっと負担かかるらしくて、同時にお酒飲まない方がいいって言われたから、これからあんまりお酒は飲めません。でも何より、本当に効果あるかどうか、めっちゃ気になる。もうこれから毎日飲んで、本当にまた生えてくるのかって、なんか生えてこなくても、まあ人生は終わったわけじゃないけど、やってみるのが面白いから、みんな楽しみにしとってね。いやー、どうしよう。どうするみんな。もうゴードがハゲてるって言えなくなったら、ね、一つのネタが消えてしまいますね。悲しい。いやー、俺は、ハゲないことにするよ。うん。ごめんね。